これ何ですか。いや、わかんない。サイトセブン、何もサイトセブン、サイトセブンさんでやるのは知ってるけど、なんとなく4人見てサイトセブンが勝負仕掛けてきたんやなってのわかります。最高の4人集めたなって。はい、いや、そうだね。でも、はい、面白い4人だと思う。あんま揃うことないよね。なかなか、はい、共演あるの？あるある。もうめったに、ね、変な話、寺井くんが売れる前にやってます。へえ。寺井くんが売れる前のスクープ TV がそんなにバーンって跳ね上がる前に、結構僕スクープさんと一緒に仕事させてもらってて、今バーンって跳ねてちょっと沈んでまた共演なんで。だから売れてる時相手してくれへんのかな。いや逆逆、売れてる時相手してくれない。そう、え、翔くんとクリさんは、これはもう、はい、翔くん、寺井さんは1ヶ月前、なんか違うチャンネルで、ちょこちょこ、はい、そうなん、ここ初めてなんですよ、パチンコ屋さんで。ボートはお会いしたことあったんですけど、吉田さん初めましてです。で、なんなんで、何をやるかは知らないんですよ、内容は。あ、なんやなんや、なんかこれ見ていいんすか。いいんじゃないですか。内容が書いてあるのかな。指令書。今から君たちには貧乏神ペアバトルを行ってもらう。ルールは以下の通りだ。まずはくじ引きにて君たちを A、B、2つのチームに分け出玉バトルを行う。そして同時にチーム内のリーダーと貧乏神も決める。リーダーは純粋にバトルでの勝利を目指して実戦に挑むが、貧乏神は即座に財布を没収され、リーダーの財布で共に実戦を行う。めんどくせえ、やべえなそれ。貧乏神とはその名の通り、取り付いた人間を貧乏にする神。それゆえあの手この手でリーダーの金や出玉を減らそうとするので、リーダーは貧乏神の邪魔を受けつつ勝利を目指すこととなる。ちなみにリーダーは貧乏神の言うことには逆らえない。しんどいじゃないですかリーダー。これまた勝利チームには番組から豪華景品が授与され、敗者チームには罰ゲームが執行されるので覚悟するように。なお貧乏神になった者には貧乏神の前掛けが贈呈される。それを身につけた瞬間、その体に貧乏神が宿ることだろう。それでは諸君らの健闘を祈る。バーイサイトセブンの偉い人。なんでその書き方。なんだこれ。偉い人って。ちょっと待って、一回整理していいですか、はい。まず今からバトルするってこと、ね。はいはい。チーム分けがあるんですね。A、B2 つのチームに分けて出玉バトル。はい、まあここまでいつもねよくあるパターン。ああ。でそのペアの中にリーダーと貧乏神がいるっていうこと。そうですね。で貧乏神が財布を没収される。貧乏神はそんなに悪いことではないですよね。そうっすよね、どっちかって言ったらリーダーが大変ですよね。リーダーの財布で貧乏神も一緒に戦う中で貧乏神は邪魔もしてくると。まあ邪魔ってのかよくわかんないけど、え、なんかできましたよ。あーこれがカードです。これを引かなかんねや。4枚ある。これ肉まんの裏に貼り付いたやつじゃないですよねこれ。いやあるけど下に引くやつ。気持ちいいやつですね、避けると。でこれにチームが書いてある。めちゃくちゃ重要じゃないですか。よし、年下から、年下から行けば。あ、年下。あ、俺、ね、最年少。最年少。そうなんや。じゃあこれ。じゃあ次しょ、ね。あ、はい、僕で。はい、どうしよっかな。じゃ、まあ上でいっか。いや、はい、もうこれでいいですよ。じゃあこれ。あ、裏に書いてあるんだもん。あ、あ、もう。出てしまった。え、リーダーじゃないですか。あ、じゃあ寺井君から見る？はい。お貧乏神や。ってこうじゃないですか。最悪。いや、どっちが貧乏神か。でもどっちかがリーダーだってことでしょ。リーダーです。待って、もう嫌なんですけど。せーのでいく。いいですよ。せーの。はい。最悪です。よーし。よっしゃ。貧乏神ってよっしゃで合ってるんですか。よし。どうなん。いや、よっしゃなんか。なんかルール見る限り貧乏神は負担ないってことですよね。負担なし。そこがでかい。だからプライドだけでしょ、なくなるのは。そっかそっか。出た分は全部リーダーが取るってことは、あ、勝った時はリーダーがいいんですよ。あ、じゃあ負けた時は負けがないっていうだけで。あ、なるほどね。勝ったっすね、クリさん。見たことねえよ、勝ってんの最近。でもそっか、でも僕ら得もあるんですよ、だから。出してくれれば。出してくれればね。うん、でも邪魔してくる。なんかありますあ、はい。あ、そっか。ああ、貧乏神の財布。これやばいよ、寺井さんめっちゃ負けるやん。いつも。はい、この前も7万8000円ましたね。これをさ、はい、
やだなぁ、めちゃくちゃ負ける可能性あるってことですよ。そっか、前かけって書いてあったもんね。今の台なんてやばいっすよ。いや、やばいっすよ。1人、俺、僕らが10ずつ負けることだってありますよ。いや、あります。こんなんつけても急に貧乏神とかならないんで。ないない、安心してください。ほら、味方なんですよ。まあまあ、そりゃそうか、そりゃそうか。急なるわけないね、こんなんで。寺井さんはこう言って、結構助けてくれると思うんですよ。そうです、そうです。確か、確かに。いや貧乏神なのねー。なったお邪魔するのね。全然イメージと違った。おい、分かってはいたけど、貧乏神が下手すぎてちょっとピントが見たことあんの？あんましやったことない。え、貧乏神のお手本見せてやって。いや、貧乏神尻振るんですよ。なのねー。いや、ちょ、俺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 、医者に言われてるんですよ。1ヶ月はあんま動くなって。あんま笑ったりもできない。今のやばいっすね。初めての動きがこれですか。そう今振りながらちょっと痛かった。あんま動かない方がいいです。あんま動かないでいいか。あんまりだから俺、笑ったりもできないのよ。で、あんまりね。お腹に力入っちゃダメなんですよ。あ、じゃあ怒ったり笑ったりしちゃいけないんだ。あんまりね。そう、また穴開いたりするかもしれんって言われたから。ショック大変だ今日。だから笑うは大丈夫です。笑うのは絶対大丈夫なんで。一緒に。笑ったことねえよ、お前で。え、何がで。一回もないですか。ないよ、まだないよ。なかったっすか。だから大丈夫。その辺は安心だよ。そっか、前は確かにないわ。え、ほんまやわ。動画とかでもなかったわ。一回もないですか。あいつが一番あの貧乏神一回もないですよ。ちょっともう整理していいですか。え、貧乏神ももうちょい打つんですよね。打つんですかこれ。打つ打つ。何してもいいんですよね。だから例えば高須クリニック打ちたいから3万円ちょうだいってやんなきゃいけないですよね。あ、一緒に行かないといけない。僕も打たないといけない。僕の言うことは絶対。じゃあ絶対ほんまもんの高須クリニック行きたい、30万でも行けるってことですか。あ、ルール上はね。ね、ほんまもんの。あ、いやいや、ほんまもん。ここよ、ふざけるな。あ、パチンコ屋の中だけですか。どこを変えたい。そんなもん。いっか、じゃあとりあえず店内入っていろいろ決めていきましょうか。はい、そうね。なんかふわっとした感じですけど、はい、いやでもルールは分かりました、うん、とりあえずこれから抽選行ってちょっとチーム戦ということでね、一応協力しつつ企画の方を楽しんでいけたらと思います。行きましょうか。わかりました。行きましょう。わかりました、はい、あ、押してくれるタイプだ。おはようございます。もう、あ、出てきた。おはようございます。ああ、ありがとうす。はい、お願いします。僕遅い。遅いですね。早い。早いんすよ。でも選べないですよ、ね、そうなんですよ。だから本当はこうがいいんすよ。そうだよね。確かに確かに店のルール的にあれなんで。でもここは一つ寺井さん、僕が早かったんで機種は僕に任せるとか。あ、ダメです。そりゃそうですよ。はい。いや、敵だろうが関係ないやろ。関係ないやろ。敵だからですよ。敵だから俺は貧乏神を応援してるんですよ。はい、うん、あ、自我持つやめてください。はい、そうだよ、はい、こっちリーダーは自我持てないですよ。何これ、そんな感じ。全ての決定権こっちあるんで。チームですよ。あ、言うなればこっちがリーダーなんで。でも勝ちたいでしょ。まあ、勝ちたいのは勝ちたい。勝ちたいよね。え、でも僕のお金じゃないし、どっちでもいいです。勝ったら、勝った分やるわ。はい、言うてや。勝った分やるわ。マジで頑張ろう。騎士選んでください。何でも好きなやつ選んでください。わかりました。勝つやつ、勝つやつで。ほんと分かりやすいな。びっくりした。じゃあもう、寺井さん。最近、はい。勝った騎士あります？あー、何にも脳みそに浮かんでけへんな。最近買った機種か。買ってないんか。まあ、正直、人の金なんでめちゃくちゃ荒い台の方がいいかなと思ってます。めちゃくちゃ荒い台。あ、バイオ空いてると。あ、バイオ空いてます。バイオ空いてますね。バイオ行く。バイオ行っちゃいます。とりあえず抑えましょうか。これ僕この前4000枚ぐらい出しましたよ。とりあえずバイオでいいんじゃないですか。で、ダメだってなったらパチンコ行きましょう。そうね、はい。じゃあ我々はバイオハザード RE2 で。お財布をじゃあ寺井さんに渡しとくね。渡しときます。もらって、はい、このまま帰ったらいいんやろ。おいおい、ちょっと待て待て待て。撃て撃て撃て。いくら入ってるんやろ。おえーおえー千冊ばっかり。結構入ってますやん。いやいや、もうこれで十分だから。これで十分だから。バイオ1万で足ります。足りんかった時に出すわ。あ、一気にはくれないですね。いや、でも帰るやろ、だって途中で。はい、ハードボイルドのとこにいるんですけど。え、打ちます。クイさん、これやってみません。
いや俺は好きだったから昔打ってみたいは打ってみたいで、バイオがあったのよ。でも取られたのよ。ありました、あった。でも取られた。白井さん、白井さんって白井さん取れ、今寺井くんとシーサさん混ざって白井さんって言ったあのペアが行ったんすか白井さんが行った。あ、そうなんか、うん、じゃあもうこれ行きます。いいよ。え、これもちろん賞打ったことあるんでしょ。寝台、俺だから入院中だから、はいはい、逆に教えてもらいたい。あー、ないです。ないの、はい、ないのにお前打とうとしてんの。触ってみたいなと思って。それは今度プライベートでやれよいや、今日はあのクリさんのお金なんで、僕貧乏神なんで。人の金で寝台触ろうとすんなよ、はい、勉強しようかなと思って。勉強すんなって。勉強代ください。これクリさん、ふざけんなよお前さあやるよ、貧乏神頼むね。アイス。いやいや、なんの、いや、うん、アイスって。クリさん、えクリさん、字が芽生えてますよ。いやいやダメですよそれ。いや、寺井が言ってたらそうだけど、はい、い自我はあるよ、こっちだって。これ貧乏神なんです。いや、分かってるけど僕の意思じゃないですよ、この発言は。いや、でももう何も勉強せずに行きますわ、もう。いや、しようや、これは。いやいやいや、別にいいけど、はい、パチスロってそんなにやめ時とかはね、大事だけど。はいはいはい、ちょっとジュース買ってくる、俺。クリさん、喉乾きました、俺も。もうあのポカリ朝買ったんですけど、もうないんすよ。でもそれに関してはもう貧乏神関係ねえかんな、まあ、お前ってる時毎回買ってるだけだよ。やったやった、熱い。これついてったら熱いですよ。何飲むの。ついてったら熱いってなんて言い方クリさん、コーヒーやめた方がいいんじゃないですか。いや、コーヒーは別に言われなかったよ、そんなに。そうなんすか、うん、野菜ジュースみたいなのがいいんじゃないですか。いや、まあ、それはな、野菜ジュースの方がいいだろうけど。あれどうですか、マルチビタミンみたいな。いやいや、もう貧乏神すげえ健康に気使ってくるんじゃん何飲みたいの。健康になろうかな。俺もこれ飲んでますわ。クイさんもこれでいいですよね。いや、俺自分で選べよ。マルチビタミン。マルチビタミンいらないよ、俺。それはね、クリーミーラテとかにしよう。甘いんじゃないですか、クリさん。まあね。だって味のない生活してたから。でも俺クリさん見てから健康に気遣いだしたんですよ。いや、でもまあ気遣って損はないからね、健康に。うん、急に来るよ。焦って。急に来る。ちょっと。いや、下皿にいっぱいメダルあった方がテンション上がるんで。いや、一回落ち着こう。あの46枚貸しなんで安心してください。一回落ち着こう。落ち着いて、よし、打とう。何ですか。ほら、こういうのってさ、さあ、じゃあ打っていきましょうかね、はいはい、みたいなね。バイオハザードあるいつね、はい、ちょっと一旦なくなってから押そう、払い出しは。なくなってから押そう。わかりました。落ち着いて、1から、ゼロからの気持ちってことはお金使わなあかんってことです。ちょっと待って、朝一からまだまだまだイヤホンもつけとらんよ、こっちは。よし、ちょっとこれで落ち着いた。よし、1から。いや、ちょっと待って、朝一の気持ちリセット。あ、朝一ってことはこうしなあかん。なんか言ってる。何。よし、落ち着こう。落ち着いた、落ち着きました、落ち着いたからリセットされた。リセットってことは朝一の気持ち。朝一ってことはあのお金つか、お金入れなか。お金は入れないか。うん、お金いらない。いや、だけちょっとこれ見てもらっていいですか。落ち着いて。ほら、深呼吸。もう投資8000円。深呼吸。一回整理。リセットってことは朝一の気持ち。あ、お金使わなか。ちょっと待って。ブツブツなんや、もうさっきから。いやいや、ブツブツ言ってるのどっちや。もうあと1000円しかないで使っちゃいますね。うわ、1万なくなってもうた。1万円ください。いやいや、メダルがあるやろ。ちょっと怒られた。いや、怒ってないよ。あ、いや、怒ってない。いいよ。楽しもう、今日楽しもう。はーい、楽しもう。お腹すいたな。早いやろ。朝ごはん買ってきてくれます。お腹すいた。 何が食べたいの。おにぎり。もうちょっと我慢しよう。おにぎり。まあ一応先に大事なことなんて言っとくけど、別に何言ってもいいし、わがままいくら言ってもいいけど、はい、それでも無謀な勝負して負けた時はさすがに僕も人間なんでね。
え、もう番組のルールとか全てを無視して怒りをぶつけられるってことですよね。怖っ。いや、ちょっとあれだけど、全てを無視した大人が一番怖いんやから、だからモラルは持ってやろうね。モラルはね、はい、人のお金と言っても。わかりました。マジでもう当てて出玉さえ作ってくれたらもう何でもしていい。何でもしていいんですか。うん、何でもしていい。もう何言ってもいいですよ。別に今したいわけじゃないんですけど、はい、シーサさんの乳首をこねくり回すとかしてもいいってこと。それ何してもいいって言うから。いや、いや誰もあんましたことないと思うんで。いや、出すのも恥ずかしいわ本当。でも貧乏神なんで、なんか何でも言うことは絶対って番組の人言ってましたよ。僕が5000枚出したら、うん、自分で触ってもらっていいですか。自分で自分の乳首をこねくり回しまっていいですか。脱いで。はい、嫌だ。脱がせるな。あ、あかんか。これはちょっといかんな。モラルの範囲外ですか、それは。貧乏神とはいえ、いや、やっぱね、カメラの前で脱ぐってことはえ、したことないですかね。ないですね。公然わいせつになるでしょう。あ、それはあの、個室を借ります。いや、でもカメラでほら、そういう配信できないじゃん、コンプラ的に。あ、あのモザイクかけるんで、あの僕が見たいだけなんで大丈夫です。じゃカメラいらんよね。いや、まあ、いやいや、そういうのやめよう。その、いいよ、お金とかパチスロとか全然いくらでも楽しんで食べたい、はい、飲みたいいいけど、はい、なんでしょう、性的な目で僕を見るのはやめてもらっていいですか。え、乳首を性的なものやと思ってらっしゃる、それがいやらしいですわ。誰にでもついてるもんやのに、男女平等に。それをいやらしいものっていう、その考えがいやらしいです。びっくりしました、僕。そんな人やったんですね。みんな聞きました。もうちょっと待って、乳首をいやらしいものやと思ってらっしゃる。ちょっと待って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 、ほら、寺井さん。なんですか。振動が赤になりました。あ、2枚が消しちゃっても、あ、2枚が消してる、この人絶対。ああ、ちょっともうやっちゃった。僕もやりましょうか。いい、こういうのお揃いにします。2枚がけめっちゃリプレイ揃うね。お得ですね。よし。でも嵐さん聞いたのは、はい、やっぱハードボールに関してはビッグ引きゃマジで面白いし勝てるとは言われた。ビッグね、うん。お、何、赤い、熱そう、熱そう。7。お、お、揃ったらみたいな。揃ったらもうそれは入る。そうですよね、うん、はい、おお、さすが貧乏神や。2000円。でも確かにショーって自分に関係ない人の金の時勝っちゃうみたいな。ですよね、あるよね、そのイメージがある。貧乏神向いてんかもしれない。疑似ボランド多分全長挟んでみたいな感じなのかな。ああ、そうか、これで演出いくんだ。はい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 、疑似ボだからそうだね、演出挟んでいくね。ああ、いや、さすがエモあ、B ってビッグじゃなくてボーナスじゃないですか。ボーナスかからいやー、 ビッグだったらでかい。あ、なるほど、疑似遊戯になるんだ。お、バケ、バケか。だからそこらしい、やっぱ結局そこ。そうか、うん、いやでもまあいいんじゃない。だけどこれ128分の1でなんか、はい、あ、ダメでした。レギュラーのなんかプシューみたいになって、うん、50% で AT1000 みたいなのあるらしいんですよ。あ、だから AR1000 を引き継いでんだ。はい、へー、まあ、最先いいんじゃないですか、2000円なん でこっから AT にはなかなか行かないんだよね。あ、なかなかというか、だからそれ以外行かないんだよね。あ、だから化けが結構無駄というか。あ、ディスクみたいな。終わり、ここから AT 入ればみたいな。殴られなければ、さっき殴られたじゃん女の子。殴られました、バーンって。殴られなければ高設定濃厚っていう書いてある。ほえー、あ、今日は貧乏神で僕あれですけど、うん、まあ、退院祝いなんで。そうだね、ちょっとそれでプレゼントしますわ。今日はもう貧乏神抜きでお祝いですよ今日は。頼むわ。はい、出玉でお祝いします。だけちゃんとした収録一発目だから。これ多分何台か他に打ちたい台もあるんで。何、ある程度遊んだら移動しますか。いやいや、やめよう、それ言うの。何打ちたいの、ちなみに。なんか激しいやつとか。じゃあ激しいやつってなんだよ、言えよ。まあ触ったことないやつ。じゃあ触ったことないやつを今日やろうとすんな。まあでもお金かかんないしなと思って。いやいや、そうかもしれんけど、お前言ってたよさっき、退院祝いを今日はさせるって。まあでもそれがハードボールドとも思わないけど。
まあでもちょっと頑張ってみようよとりあえず。まあこれは設定ないなと思ったら、はい、もちろんそれは移動普通のことだから。向こうのチームは何打ってました？全然見てない。もう入場してから僕ずっと寺井さんに振り回されてて、相手の状況とか見る余裕がないんですよ。かわいそうに。何があったんや。かわいそうってなんや。かわいそうって乳首な撫で回すとか言ってない。そんなんいやらしい。ちょっとちゃんとさっきのくだり使ってくださいよ。勝手に僕が今言ったみたいな感じに。勝手になんか乳首とか言い出したんですけど、皆さん怖いよ。リーダー怖いよ。大事なとこよ今それ。紫まで行っとうやん。もうチャンスと行くかな。避けた。これ行くんじゃないですか。あ、これ行きますわ。早い早いね。よっしゃ。いや頼むよ。 G バトル武器は弱いけど、137ゲーム投資が1万。何があったんや。いやいや、もうずっと貸し出し押したけん1万やろそれ。早く当たってももったいない。当てないと。あ、当てたらもったいないから1万円外しましょうか。いや、せっかく1万使って。当てて当てて。でもハンドガンの、あ、いいね。リプレイ引きました。さあ G バトル中は子役を引いて、あら、どんどん昇格させていくんですけど、もう青、あれ？俺？ああ、いや、子役の引きがすごい。いいよ。え？いいよ。すごい子役引く。レア役を引いたらこのチャンスゾーンのゲーム数が増えるんですが、ああ、子役引いても上がらんな、おい。はん、お、めっちゃ引く。よし。よし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 。え、こん、なんでこんな引けんの？いけ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 。お！いや、いい、子役の引きは異常です。これ行きますよ。行く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 。赤まで行ったらもう、あ、これ行きますわ。あ、完璧完璧。うわ、1万もいらんかった。寺井さん、もったいない。寺井さん、え、あ、いいですか。素晴らしい。褒められた。いやー、すげー。まあ僕の作戦のうちですよね。はい、あのこれ1万を貸し出したから来たんだもんね、当たりがね。心の余裕があったんで、はい、言った通りだ。え、この人神じゃない。本当やっと分かってくれましたか。さあ一直線に揃ったらいいボーナスからスタートだけど、揃ってんの見たことない。よし、普通のボーナスからスタートです。100ゲームありますからね。100ゲームじゃないか、100枚か。そうです。ボーナス100枚か。そうです。で、AT が40ゲームですかね。このボーナス中にちょっと上乗せすれば、レア役で上乗せすれば、まあ、初期ゲーム数はある程度ある状態からスタートできますけども、まあ大体40ゲームスタートと。適当にやってる風に見せてしっかり打ってる。しかもちゃんと当ててる。やっぱ勝ちたいのは勝ちたいんで、それは人の金で打った方が勝てるんじゃない。寺井さん、毎回僕ら来店一緒に回ります。ちょっと勘弁。あれ、いくらあっても足りんわ。絶対、ま、絶対大負けするときあるから。ありますね。もう、あ、だって地べたに寝転がるのもね、ちょっとね、嫌ですけどね。寝転がりたいわけじゃないんですよ。あの、寝転がっちゃうんですよ、勝手に体が。いや、だからそれに付き合うのは嫌やっていう話。はい、やりましょう、今日。やりませんよ。勝ちますから、今日。おいおい。おい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 。大口叩いた割には何もできんやんか。どうしてくれるんすかこれ。何しよんか。もう終わりよそれで。何やってんすか。125枚って勝たしてくれんと。460枚投資あるんよ。もう、うわ、もう最悪や。うわ、お腹すいたな。ちょっと待って、ちょっと大事なとこやけん、ちょっと待って。当てたんで応援して。ベルを引かないと。何考えてるんですか。ショットガンやからベル引かないと。分かっとるわ。あ、ベルは斜めに揃えないと。分かっとるって。ちょっと黙って。あー、黄色や。あー、台無しや。え、ちょっとあっちの貧乏神がどんな感じなのか見たいな、こうなったら。僕も見たいです。ちょっと一回さ、一回ちょっと見に行こう。はい、あの限度が分かんないです、正直言って。寺井さん多分間違ってるよ。僕、貧乏神間違えてます。なんか貧乏神っていうか嫌なやつになってるもんな。なんすか。
遠くから見とったら雰囲気悪そうに言ってますね。いや楽しそうに言ってますよ、はい、楽しんでます。めっちゃ楽しいっすわ、はい、貧乏神の限度がわからんから様子見に来た。あ、わかります。俺も聞きに行こうかと思って一緒のこと考えてたやつ。あのただのわがまま小僧になってる可能性がある。俺すっごいわかります。 俺はとりあえず1万円全部使った。あの連打して。あ、連打して使ったんですね、うん、やっぱそういうのやった方がいいんすかね。これ困るんすよ。俺ら来ようたら嫌われて終わる可能性ある。いや僕は嫌いなんないですよさ。俺らは嫌いなんだろうけど、ここは俺は味方やから安心して。そうしましょう。多分番組の役割を果たそうとしたら俺らは今日嫌われる。これそんな役回りですよ俺ら。頑張ろう。頑張りましょう。相談行きますわ寺井さん、またちょっと困ったら。ありがとう。どうしようと思うんで。もう寺井さんが迷走しすぎてどうしていいか分かんないんで。バイオは？バイオ、はい、もう当たってるんですよ。あ、そうなんですか。寺井さんが貧乏神のやり方分からんけん一回翔くん見に行きます。貧乏神のやり方とかないんですよ。貧乏神は貧乏神なんですよ。むちゃくちゃよあの男。何が1万円まず渡したら460枚下だらん全部出しやがった。その途中でもうなくなったんで2枚目くださいって。まだ下だらいっぱいあんのに。それはよくないですね。でもまあ神奈川なんでいいけどって言ったけど、はい、ちょっとさすがに確かに神奈川だからいいけど。神奈川だからいいけど、もうずっとお腹空いたとか。いや買ってあげたらいいですよ。何でも言うこと聞かないといけないから。お腹空いたんでしょ。はい、いや買ってあげたらいいですよ。ずっとおにぎりって言ってるのに無視するんです。それ買ってあげましょうよ、うん、だから当たったら買ってやるって。当たったんです。じゃあ買ったってやるじゃない。僕先当たってこっち当たってないんです。黙れって言うことがさ。おにぎり。いや分かったけん。でもおにぎり買うなら外行かないかんやん。はい、どうぞ。だから行ってきたらいいじゃないですか。で、はい、寺井君が打ってればいいんですよ貧乏感。うん、分かったよ。じゃあ買ってくるわ。じゃあ当てててね。はい、おにぎり。分かったよ。買ってくるわおにぎり。いらんこと言いやがって。ちょっともううるさいんでおにぎり買ってきます。あ、味を聞くの忘れてた。おにぎりっても何のおにぎり買えばいいんだろうな。なんかだな。あれ。なんでや。信用青とか何も引いてない。どうした？何これ？メズない。あー、しかもジャックレア役引いた。これでゲーム数も上乗せ。え、これ珍しいパターンですね。さあ2度、あ、青字十分チャンス。行かないか、惜しい。でもチャンスソンの入りはいい。寺井さん。はいはい。おにぎり買ってきたよ。やったー。しかも何何寺井さんがこれ食べたら多分強くなるだろうなっておにぎり。大ツナマヨが良かったな。寺井さんが喜ぶと思って大ちゃんの大が入ってるおにぎり買ってきたのに。ツナマヨみんな大好き。生姜焼き昨日の晩ご飯生姜焼きやったんで。え、それ好きやけんやろ。まあ好きですけど2日連続はちょっと飾っとこ。嘘やんか。生姜焼きが良かったか。嘘やんか。そうかそう。ほんまに落ち込まんといてください。いや、あ、落ち込んでないけど、まあ、生姜、いや考え方変えたのよ。もう貧乏神邪魔するなとかいらんこと言うなって言ってた僕が間違ってた。寺井さんが悪いんじゃない。自分の解釈が悪いだけだと。ツナマヨが良かったならツナマヨまた次当てたらじゃあツナマヨ買ってきますよ今。ちょっと待って、ちょっといいですか。ちょっとカメラ止めてもらっていいですか。どうしました。いや暴力で解決する人。それ食べたらツナマヨ買ってきてやるわ。はい、食べたら。はい、食べたらこれ十分お腹いっぱいになりそうなんで。そうやろ、はい、それでもお腹いっぱいになるやろ。いや、あの次シーサさんが来たらこれ食べます。
戦場戦ゲームとか絶対行きたくねえけど5万でしょ。これ1000なんて言ったらとんでもないっすよ。戦場だけ調べとこう。卓球自分の1だもんな。まあ当たるか。まあね、1000ゲームだやっぱ。1000チェリー。あ、お、来た。あ、出た。楽しいやつ。赤狙いでも狙うか。お、いい。ダメだ。おーし。この時点でスイカ外れか。ってことですかね。覚えてないわ僕。でもやった、当たりました。280ゲーム。11000。あ、まあまあまあ。俺の金じゃないしな。ホーリー1万。ふざけんなよ。うわしょうがないか。これ何もせんくていいの？レギュラー中は押し順出るぐらい。あ、そうだね。でもチェリーレギュラーってなんか差ありそうですけどね、雰囲気あんのかね。どうなんだろう。はいはいはい、なんとなく上がってきましたね。あ、1万円ください。おー、なんとなく上がってきたんで。もう4万だぜ。あ、まあでもまあまだ使ってないか。じゃあまだ間に合うべ。全然全然ワンビッグじゃないですか。え、そうね。300枚ぐらいでいいか。どうなんだろう。わ、2万円しかねえよ。おいっす。おいっすってなんだよ。あざっす。どうやって出すんだよっていうコメントは見たんだよな、この台。いやだからそれをもう俺らがね、こうやって出すんだよっていうのを。そうっすよ。このままやとマジそうなっちゃうんすよ。そう。分かってもらえるように。まあでもまあビッグ1回引くか、とりあえずビッグ1回引いて、はい、まあ、でもバイオと交換してもらった方がいいじゃん。あ、確かにね。変わりましょうかって。それは貧乏神同士のあの交渉次第では。貧乏神が絶対だから。頼んでみますか、後でね。はい、あー、当たった。え、ボトル、ボトルじゃない。お、リーチ目だ。来た。リーチ目でしょ。リーチ目だよ。リーチ目リプレイだ。やったね。あ、おお、ズキュン。おお、当たりました。クリさん、やったね。ビッグがいいね。もうビッグでしょ。もう B、 B 386ゲーム12000。いや全然いいじゃん。素晴らしい。あ、上でも揃うんだ。揃いました普通に。やったね、初ビッグ。初ビッグ、これでこれジャック外しとかも俺は分かってないけど。まあナビ出ますよね大体。そう、どこで外したらいいとかさ、外した。お、そういうの大事だよ。レア役。レアか。はい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 。全然ジャックとか来ないですけど、ね、だからパンク、あ、ゼロパンはあれだよ。え、 AT。 あ、そうなんすか。うん、純粋なゼロパンは AT だったわけ。お、3つ。うわ、厚そう。3つチェリー。おお、それ入りだよね、はい、多分チェリーで取りましたわ。素晴らしい、さすが。貧乏神やるな。やりましたわ。あ、これだ。これジャックでしょ。10押しだから入れろってことだ。そうです、そうです。あ、はいはいはい。ビッグ中チェリー 0.8% って書いてある。えへへ、うん、いや、いいね。面白い。ちょっと爆発させて、乾燥型だから50ゲームの。はい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 。あ、簡単だな。これで次がジャックゲームラストか。で戻るんでしょ。ああ、お、あ、入ってた。めちゃめちゃあっさり。やったか。赤なら狙うか。いや、バケ狙う。お、ショータイムって言った。じゃあ赤だ。ほら、149ゲーム、15000円。素晴らしい。これハイパーとかもうあるのか。ほんとだ。やった。え、いきなり2人ビッグじゃないですか。やったね。
はい、247枚、まあ、ラッシュは入ってるもんな。あーもうもうもうこっちに、まあ、そうよね。おーラッシュ、なんか言ったよな今、言ったよな、グググッとか、いや分かんない、なんか言ったよな、グッとこう設定した。へえ、いやでも全然1で4分の1、6で 3.3 分の1、まあまあ、あいや AT 欲しいな。あっさっきこれでつきました俺、スイカ、あえ氷ボトルかも。あこれ氷じゃないっけ、あ違う、リーチ目リーチ目でしょう。うまい、やいいね、楽しくなってきたね。じゃあハードボールドの出し方をこの動画で僕らが皆さんにお伝えできるように、なんか普通に楽しくパチスロー打ててるな。そうっすね、普通に あっちサム殺伐としてんだろうなパチスローってそういうもんじゃないですけどね。そう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 、よっしゃ、いやもうこれ当たってるから、なんかすんごい目ですよね、なんか 3D みたいな。そうね、うわチャンスパターンじゃん。これでもたまにジョニーがここに来て防いだりするんだよかわいい、あー、順調、あー、ラッキーチェック、うん、それ、ああそうだね、おおこれか、あのコインだと終わりでしょ、やばい、そうでもリーチ目っぽいのなかったの、やばい、ナイス、あダメ、うん、あー終わりか、まあ、そうだよね、あー終わりだ、あーなるほど、通常か、これ超えれば、あれ、あ、おい、いったいった、おあ、あるんだね、ほんとだ、あと50、へぇ、ありがてぇ、これといったら引いてないですよね、引いてない、何も引いてないはず、あ、でもスーパーとかぐらいしか引いてないはず、おだってリーチ目だったらボーナスだもんね、多分、はい、だと思います、もう一回来い、じゃあ持ってんだまだでかいでかい、あ、色ってことは青だ、青に上がったけど青から上がってないから、ほんとだ、150もらってんすか、いきなり150あるね、でも150って振り分けがなかったら200だよね、確かに、やばでかいでかい、この辺だからボーナス引いとけばストックできるわけでしょ、はい、頼む、まだ欲しい、あー弱え、逆に強いとかない、いや強いんじゃないですか、これ見たことないですもん、けどこれ継続ですよ、どう考えても弱いけどな、こんなコイン2個なんてないですよ、弱えじゃん、やっぱシンプルに弱えんだよコイン2個は、とにかく弱いっすね、そうなんだ、まあ400枚は出たけど、でもまあなんか分かった気はする、なるほどっていうヘライさん、いやヘマじゃない、当たり取っとるしね、当たりを取ってもいない僕が言うことじゃなかったわ、ですよね、ごめんなさい、うん、安心しました、あっよし、あーリーダー、おえ、あこれ1名でしょ、おい近くだわで、ヒポーカミとサイコパスの履き違いで、ね、サイコパスの方に行っちゃったんだよね、はい、豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、
毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週木曜配信、魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。